波動の先は突然紅蓮の豪華に包まれた。だが曹操は歩みを止めない。道の先にある新しき世をこの手につかむまで。赤壁の戦いから数日後、彼は巨匠に戻っていた。つけ、払え、もう一度だ。赤壁の屈辱を忘れるな。気合を入れろ。どうした、貴様らの力はそんなものか。貴殿の首はいずれ頂戴せん。猛徳、猛徳、夢を見ていた。赤壁の大敗で落ち込んでいるのかと思えば、連兵中に居眠りか。敗戦を嘆いても意味はあるまい。ああ、今は至福の時。食べ、眠り、鍛え、次に備えればよい。ははそうそう、孫権、劉備。赤壁の戦いの後、天下はこの3人を中心に動き出した。高陵の首相曹仁は孫権、劉備の猛攻を受けるも善戦。結果的に高陵を周瑜に奪われたが、1年間持ちこたえた。その後、再び南征を起とした曹操は青陵の馬頭を巨匠に呼ぶ。馬頭は以前露呈した曹操暗殺計画に加担していた。曹操は遠征の前に彼を除き、皇庫の憂いを立たんとしたのである。この曹操の行為が西方に乱を呼んだ。馬頭を殺された馬長が関水と共に挙兵したのである。曹操は南征を延期し、漢中に出兵した。復讐の炎と化した豪傑の相手にふさわしい才を携えて、虚実操る策士の計が高陵たる道館に炸裂する。遠征の疲労からか、曹操殿の動きに精彩がない。そっか、まあそこんとこなんとかするのが軍師様だよな。ふん、少し無理をしているようにも見えるが。
随分とお疲れのようで。各よ、お主の考えを聞かせてもらおう。まともに当たるからバカを見るんですよ。奴らは漢中に軍立する豪族たちの連合、ついこの間までは敵同士だったわけです。内側より崩せと。その通り。幸い曹操殿と敵将関水は窮地の中と。わしの力を貸せと申すか。よかろう。さすがは曹操殿。では。わしと関水の間柄に目をつけると。さて、そろそろいい頃合いだ。はっ。この戦、お主に指揮を委ね。任せたぞ、各。指揮まで俺に一任ですか。まあ、いいでしょう。まずは騎馬の剣を止めないと。領地を固めて押し返すとしましょうか。これでもならね。さあ、俺の勝負だ。覚悟しろ。
が死ぬ。わしからだ。眩しいほどのお働き。私も輝きましょう。そう、より鮮やかに。伝令、馬隊が現れました。我が陣に向かってきております。直接曹操殿を狙うつもりだ。このまま行かせるのはまずそうだ。やりたい放題やりやがってな。俺がぶちのめしてくれる。目の覚める戦ぶり見事。我が知略に勝とうなど片腹痛いわ。
しありとはよく言ったものだ。まったく世には無茶な人間が多い。曹操軍の軍師飛びた。いざ勝負。漢中もまた曹操殿の手の中。ここから天下を描くとしたら、次は先のことは分からぬ。意外だね。先を見ずに動いたの？いいな。先を見てもその通りにことが進むとは限らぬ。劉備も孫権も、そしてわし自身の命運もな。お前の言う通りだな殿。ちょっとお疲れだわ。